バヌアレブ島は、フィジーの島。面積人口ともにビティレブ島に次ぐフィジー第二の島で、ある。面積5 5 8 7 1 k 平方メートル、人口13万人。バヌアレブ島の一バヌアレブ島島は、東西1 8 0トル、南北5 0トルで東西に細長く伸びている。島の最高峰は1111 11メートル。東西に赤稜山脈が伸びており、 南東からのモンスーンがぶつかって、降雨をもたらすため、サブサブ東南部は湿潤であり、一方ランバサなど北部はやや乾燥しており、これが島の主要産物である、サトウキビの生育に向いている。島の中心都市は、北部海岸中央部のランバサであり、ついで南部中央部のサブサブが次ぐ。ランバサは、人口2万7千人で、島の政治経済の中心であるとともに、 ラウトカと並ぶフィジーの砂糖産業の中心地であり、インド人が多く住む。サブサブは人口5000人で、島の観光の中心であり、ヨットやダイビングを楽しむ観光客で賑わう。島の中心産業は、砂糖産業であり、島内の砂糖キビ畑から、ランバサで製糖され、輸出されていく。近年では、サブサブ中心の観光業も伸びてきている。バヌアレブ島は、 西の部は、北東のマクアタ、南東のケイコドローブの3地区に分かれ、すべてがランバサをシュートとする北部地区に属している。島南西端の南房アルコーヌバスとフェリーヨーロッパ人で初めてバヌアレブ島を発見したのはオランダのアベルタスマンで1643年のことだった。ついで1789年、バウンティ号の反乱によって追放され、ティモール島へと向かう。 途中のウィリアム・ブライ・ガンがこの島近辺を通過し、1797年にはジェームズ・ウィルソン・艦長もこの島を発見した。1805年には島生誕のブアワンから白弾の輸出が開始されたが、1815年には枯渇し、以後は捕鯨船やナマコ商人が時折訪れるだけとなった。 1860年には、オーストラリアとニュージーランドからの入植者が、サブサブ近辺でココナッツ農園を開き、やがて地元のフィジー人たちもコブラ製造に乗り出して、大強行でコプラ価格が暴落する1930年代まで、栽培は続いた。一方、北のランバサ近辺には、インド人が入植し、サトウキビ農園を開いて、ランバサの町を建設し、 佐藤業を栄えさせた。ありがとうございます。